で、パパはめっちゃサカナクションのボーカルの方に似てます。多分、サングラスかけて、それなりにかっこいい格好して、そのパパと六本木とか歩いてたら多分写真撮られるレベルで似てる。本当に、マジ。<laughs> まんま。本当にまんま。めちゃめちゃ似てる。本当に似てるから。ママはね、ザードの酒井さんに顔が似てて、パパはサカナクションに似てる。で、 ママは鼻が高い。ママは鼻が高くて、まつげが長い。なんで私にその遺伝子くれないのって言うと、お前は拾った子だからだよって言われる。<laughs> 産んでないし。萌えちゃん拾った子だから。なんで本当に河川敷で拾ったんだよって言われる。<laughs> <laughs> さっきまで絶対ママ可愛いみたいな言ってたのにさいや、本当に言われるから。もう本当に。めちゃめちゃ言われる。 ママ、ママ、ママ突然冷たくなるからね。うん、<laughs> 俺も言われてたって人がいる。いや、うちのママさ、いや、俺ママの話したって大丈夫なんか、すごいふわふわじゃん。うん、突然とんでもない言葉が出てくるんだけど、なんか、まじまじと私の顔見て、萌いちゃんって可愛かったんだねっていう。言 <laughs> われた。<laughs> 嘘やん。 えとか、結構、厳しい。ビジュアルにママ厳しい。何そのスカート可愛くないとか、言 <laughs> <い>う。<laughs> あ、俺も橋の下から拾ってきたって言われたことある。<laughs> ビジュアルにママ厳しい。